ビートルジュースはティム・バートン監督によるホラーコメディ映画。ビートルジュースという名前はベテルギウスの英語読みの発音にビートルとジュースを当てはめたものである。アメリカでは1988年3月29日にプレミア上映された後3月30日に公開され週末興行成績で初登場から4週連続で1位になり11週間トップ。 中内にとどまる大ヒットとなった。第61回アカデミー賞にてメイクアップ賞を受賞した。ニューイングランドののどかな田舎町に住むアダムとバーバラの夫婦は車の運転中に事故で橋から自動車ごと転落し合えなく死んでしまう。二人は幽霊になったが、それをなかなか自覚できない。しかし家の外に出るとサンドウォームのような怪物に襲われ屋根裏部屋には 新しく死者になった者へのガイドブックが置かれていたため、ようやく自覚した。やがてその家に、ニューヨークから金儲けの機会を絶えず狙っている、チャールズと、一人よがりの彫刻を作っている妻デリア、前妻との娘で妙に冷めているリデアの一家が、越してきた。アダムらは彼らを追い出そうと脅かすが、一家には彼らの姿は見えないらしく、まるで効果がない。ハンドブックを頼りに、 厚生社会のケースワーカー受ーに相談すると、ビートルジュースにだけは頼んではいけないと忠告を受ける。ビートルジュースは正式にはベテルディウスといい人間を追い出すバイオエクソシストの仕事をしている人物のことで効果はないどころかトラブルが起きるだけだという。一方、一家の一人娘である孤独なリディアは二人の幽霊の存在に気づき、彼らは仲良くなる。ある日、 チャールズが友人を呼んでパーティーを開いたので、アダムらは脅かそうと試みる。その場にいたリディア以外の人物にバナナボートを踊らせてみたが、彼らは驚くどころかチャールズは幽霊博物館を作って金儲けをしようと計画する。仕方なく、アダムとバーバラはビートルジュースを呼び出したが、口八丁で八丁でスケベな彼は大騒動を巻き起こす。 カッコ内は日本語吹き替え1985年公開の映画 PWE の大冒険を成功させたティム・バートンの元には多数の脚本が送られてくるようになったが、そのほとんどはバートンを失望させるような想像力に欠けたものだった。そのような状況の中でバートンはマイケル・マクダウェルが書き上げたビートル・ジュースの脚本に出会う。マクダウェルの脚本に感銘を受けたバートンは、 ビートルジュースの監督を引き受け、この映画を大ヒットへと導いた。キャスティングにおいて、当初、リディアの母親役には、アダムスファミリーのモーティシア役で知られる、アンジェリカ・ヒューストンが演じる予定だったが、病気のために、キャサリン・オハラが同役を演じた。なお、オハラは、同作品の美術を担当したボーエルチと出会い、結婚した。リディア役には、数々の若手女優が、 候補に上がり、ジェニファー・コネリー、サラ・ジェシカ・パーカー、ジュリエット・ルイス、ブルック・シールズ、ダイアン・レインラーがいた。実写映画をもとに制作されたアニメ版ビートル・ジュースは、映画公開の翌年に、テレビシリーズとして、アメリカ・カナダの合作で、アニメ化された。全4シーズン、109話。アメリカ合衆国では、第3シーズンまで ABC 放送で放送。第4シーズンは、 フォックス放送内のフォックスキッズにて放送された。また、他国ではカートゥーンネットワークなどでも放送されたりもした。なお、日本ではワーナーブラザースよりビートルジュース20周年記念特別版として DVD とブルーレイディスクで特典として一部だけ見ることができる。ユニバーサルスタジオハリウッドにてユニバーサルスタジオジャパンにて上演されているアトラクション。 ユニバーサルモンスターライブロックン、ロールショー及びユニバーサルスタジオフロリダとで上演されていたショーの司会進行を務めている。ユニバーサルスタジオフロリダにおけるショーのビートルジュースは、ウォーリー・ウィンガートが1994年から1997年まで演じた。ショー内容は映画のシナリオとはさほど関係がなく、特に日本版のビートルジュースの挙動は、 映画のキャラクターとはやや離れているため、USJ 版を先に見慣れている人が映画版を見ると、やや違和感を覚えることもある。映画版の原型を垣間見ることができるのは、消防等で客に自分の名前を3回呼ばせるところなどである。ちなみに、映画自体は、ワーナー映画制作のため、USJ のガイドマップなどの著作権クレジットには、その旨が書いてある。 フロリダの内容は長らく日本のそれのほぼ逆輸入の内容だったが2006年に再び変更があり日本とはまた違った内容になっているかつてはフロリダハリウッドのアッパーロットにも存在したがハリウッドでは1999年にフロリダでは2016年に閉鎖された陽気な墓場の DJ というキャラクターが人気を博し日本では パークの他のキャラクターと共に USJ スペシャルショーにも出演。本作をミュージカル化した作品が2018年にブロードウェイで上演予定。舞台監督はアレックス・ティンバース。ありがとうございます。